あなた、私を見る目つきが普通の人のそれと違いましたよ。一体何を考えていらしたの？教えてくださる？アイドル事務所のプロデューサーですの。ふーん、私をアイドルに。はい、お呼びでしょうか。あの、何かお困りでしょうか。ゼンノロブロイです。図書委員なので、その本を探されているならお力になれるかなって。あ、ご迷惑だったらごめんなさい。確かに分かりづらいところにありますよね。実は歴史書じゃなくて小説とエッセイの棚に置いてあるんです。